ベルトラン・デュゲクラン、ベルトラン・デュゲクラン、バートラン・ディーユ・ユゲクラン、1320年から1380年7月13日は、中世フランスの軍人、100年戦争初期に大活躍して、フランスの劣勢を挽回した、フランス王軍司令官でもあった。奇襲や野襲など少ない兵力を有効に活用する、ゲリラ的戦術を得意とした、大海戦を避け、 小土作戦を取ったことでも有名である。要望は会議で、鎧を着た豚と、あだなされた。また、ベルトラン・デュゲクランは、ブルターニュのディナン近郊で、ラモット・ブローン・上主・ロベール2世デュゲクランと、サンスの女領主ジャンヌ・ド・マルマンと愛の子として生まれた。若い頃は、馬上やリジアが大好きな乱暴者として知られていた。また彼の醜さは、 レンヌからディナンまでで一番ミニキーと評された。はじめブルターニュ公、シャルル・ドブロワに仕え、ブルターニュ継承戦争に身を投じる。1353年頃から、フランス王のために働き、ノルマンディとブルターニュにおける王の代理人、アルール・ドードレームの旗元で戦う。1354年4月10日、モンミュラン城において、高地方の騎士にして、カーン城主、 ウスタシュでマレの手によって騎士に除任される。1356年から翌1357年まで、ボントルソンの守備隊長、ピエールイコールドイコール、ビリエの旗元で戦い、ジャンド、モンフォール、ジャン四世に味方するランカスター公、ヘンリー・オブ・グロスモントリズル、イングランド軍の侵攻に対して、レンヌを守り抜いた。この校により、1357年12月に、 トゥールカで200リットルの報酬とともに、ボントルソン守備隊長と、モンサンイコール、ミシェル守備隊長に任じられる。1359年には、ムランの包囲戦に参加するが、この年の終わりに、初めて捕虜になる。1360年には、バスノルマンディ、ー、アランソン伯領、アンジュ、メーヌにおける王の代理人となり、コタンタン半島のライコールロシュイコールテ・サンの城を受け取る。 同年に畑氏となるも、終盤には2回目の捕虜となる。続いて、カーンとコタンタンのバイイカンクにおける守備隊長になり、ノルマンディにおける総大将、ルーアンからセーヌ川及びシャルトルのバイイカンクまでにおける総大将、最終的には、1364年6月24日に、ロワール川からセーヌ川にかけての地域を範囲とする、国王の代理人になる。1364年、 シャルル5世がフランス国王に即位すると彼に仕え、ナバラをカルロス2世と戦い5月16日にノルマンディのコシュレルの戦いで大勝利した。同年にロングビル博となるが、9月29日のオーレの戦いで敗北し、シャルル・ドブロワは戦死、ゲクランは旧敵ジャニー4世に捕らえられ3度目の捕虜になったが、シャルル5世の払った身の白金によって解放された。 1366年と1368年には、安住公のために、プロバンス白領で戦争をする。また、1366年にゲクランは、失職して、社会不安の原因となった各地の傭兵たちをまとめて、カスティーリアに向かい、イボテのペドロ一世、残虐王と争っていた、エンリケでトラスタマラの縁として、ペドロ一世と結んだ。 イングランドのエドワード黒大使と戦った。ゲクランは各地で勝利を収め、エンリケからモリナ公に任じられたものの、1367年のナヘラの戦いで黒大使に大敗して再イ,イングランドの捕虜となり、シャルル五世が建て替えた莫大な身の白金と引き換えに解放されている。1369年にはモンティエルの戦いでペドロ一世率いるカスティーリ軍を破り、 エンリケは、カスティーリアをエンリケ二世として即位する、第一次カスティーリア継承戦争。続くイングランドとの戦いでは、ポワトゥーやサントンジュを取り戻し、イングランド軍をブルターニュに追いやった。これらの功績により、ゲクランは1370年10月2日、シャルル5世によって、フランス王軍司令官に任じられている。1374年。 ランカスタコー公ジョン・オブ・ゴーンと黒大使の弟がカレーからボルドーに進撃したが、ゲクランの働きによっているところなく退却した。1375年にブリュージュ条約が結ばれ、百年戦争は二年間の休戦を迎える。この条約によってフランスはほぼ戦前の球場に服し、カレー、シェルブール、ブレスト、ボルドー、バイオンヌの諸都市を除いた地域を取り戻した。 1378年、シャルル5世の命じたブルターニ攻略には気が進まなかったが、ゲクランの指揮によってフランス軍は再び勝利を収めた。1380年7月13日、ゲクランは南フランスラングドック地方のシャトーヌフドランドンを包囲中に赤痢によって病没した。シャルル5世は王家の墓所パリのサンイコールドニ大聖堂にゲクランを埋葬するように命じた。 二ヶ月後には、シャルル五世も死亡したが、今も、ゲクランの石棺は、シャルル五世の足元に置かれている。なお、心臓は、地元ディナンの3イコールソブール教会に埋葬された。ゲクランの性格は、ルネサンスの傭兵隊長に近い合理的な側面を見せながら、中世の騎士道精神も残した、過渡期特有の二面性を持ったものだった。奇襲や、 野戦のような戦術を用いる、臨機応変な戦術で勝利を収めながらも、名誉を重視してやたらと誓いを立て、エドワード・クロ大使に勝つまで座って、食事をしないなどの制約を自らに課すようなとこは、中世の騎士そのままだった。彼は死亡するまでに、フランスの大部分をイングランドから奪い返した。ゲグランは2回結婚したことが知られている。1回目は1363年。 ビトレデ・ティファーヌ・ラグネル、1373年死亡と、シャテルイコール・オジェの領主にして30人の戦いの、英雄である、ロバン三世、ラグネル・トライコール・ベディエール・女・ンナ・福博、ジャンヌイコールドイコール・デナントの間の娘である。2回目は1374年1月21日、レンヌで、ジャンヌ・ドラバル、1385年以降死亡と、 ジャンド・ラバルとイザボード・タンテニャックとの間の娘である。1380年に未亡人となったジャンヌは、ラバルの領主義十二世度イコール、ラバルと1384年5月28日に再婚した。二人の外孫に、アンドレ・ドラバルがいる。着室士はいない。兄弟が一人いた。いとこが二人いた。他にもコンタミーヌは、アランド・ボーモンやアンヌビルの領主。 ギオーム・デュー・ゲクランらを演者として挙げている。その死後、フランスでは破天荒な豪傑、旧国の英雄と見なされるようになり、多くの物語や歴史小説、さらには映画の題材になった。ロジェ・ベルセルのベストセラー小説を映画化したフランス映画、解決、ゲクラン、1948年があり、日本でも公開されている。しかし、 現在の日本におけるベルトランディゲクランのイメージは彼を主人公にその性格や彼を取り巻く人々とを描いた佐藤健一の小説によって形作られたところが大きい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。